毎日緊張とどうしたらいいんだろうかっていう勉強の連続ではあったんですけど。本当に緊張してた？緊張してましたよ、毎日、はい、はい、落ち着いてらっしゃったと。緊張してなかったみたいです、はい、はい、ありがとうございます、ね、はい、若き日のよしこを演じました永野芽郁です。今日はここにいられることを本当に嬉しく思います。よろしくお願いします。今回初めての山田組ということでしたが、はい、撮影はいかがでしたか？思い出に残っていることはございますか？毎日緊張とどうしたらいいんだろうかっていう勉強の連続ではあったんですけど、なんか現場に行った時のこうワンシーンワンシーンにかける皆さんそれぞれの思いだったりとか時間だったりとかがこう今までに感じることがない瞬間がすごく多かったので、一つ一つにかけることって本当に大事なんだなっていうのを改めて感じながら過ごさせていただきました。永野さんはとても今緊張されていたというお話をされていましたが、はい、山田監督、撮影現場での永野さんは とても落ち着いていたような印象だね。本当に緊張してた？緊張してましたよ、毎日、はい、この子落ち着いてるなと思っていましたけどね、僕はね。あ、嬉しい。今照れた顔が、はい、永野さん見えましたけれども、はい、落ち着いてらっしゃったと。緊張してなかったみたいです、はい、はい、ありがとうございます、ね、皆さんにとって映画館という場所はどのような存在でしょうか？難しいな、映画館。そんな難しくないんだよですね。映画館、初めて自分が出演させていただいた映画が流れるって言って映画館に行った時はなんだかすごく不思議な気持ちがあって、自分が大きなスクリーンに映っててすごく大きな綺麗な音に包まれてて、あ、ここで私はこれからも頑張っていけるんだろうかって思った気持ちを未だになんか映画館に行ったりとか、それこそ同じ映画館の同じ席に座ると思い出したりとかするから、なんか不思議な場所だなとは思いますけど、どうですかね。これはただただ楽しいみたいな日もあるんだけどね。はい、そうだよね。